昨日のイウレーニャの3三振、ウレーニャ選手がシート打撃に登場、米印カウント1-1から、投手3人相手に3三振、バットに1球も当たらず、鳥肌立ったわ。1球もバットに当たらなかったのはさすがに草。ひどすぎて草。なんで4年間で2回戦力外になった育成が、1軍キャンプにいるんだよ。なんやこれを。これがレギュラーとかマジ？泉のゲロ甘スライダーまで空振りしてて草。今すぐに大至急はよ、自己犠牲冊子の英訳版作れよ阿部。なんでこんなにヘッド出ないんや？これは確かにひどい。泉のど真ん中スライダー空振りしてんのはさすがにヤバすぎて草。何にもバットに当たらんやぬ。なんだよこの空振り、いくらなんでもひどすぎだろ。ウレーニャに期待してんのマジで阿部だけだろ。監督就任して真っ先に獲得要請出したらしいし、一人だけ仕上げてきたな。まだ寒いから打てそうな色とかをしてる素人呼んできただけ定期。これが阿部の秘蔵っ子。阿部の秘蔵っ子だから支配下間違いなしだぞ。主力はスロー調整なんやろな。自己犠牲三振。巨人の投手はレベル高い。中日阪神の雑魚からなら打てるわ。阿部のお気に。打てねえにゃっていつか言われるぞこれ。投手陣の仕上がりが良すぎるんやろ。今シーズンは期待できるで。でも阿部監督の言うことを聞くから。阿部ちゃん見る目なくて草。阿部のバットを扱うのは上手いのにね。そもそもなんで一軍キャンプにいるか。痩せるだけで合格や。ご視聴ありがとうございました。